こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ初心者必見、商品の購入希望者から在庫いくらありますかと質問された時の返信方法とは、トゥデイについてお伝えします。それでは佐々木でしょう。はい、この動画ですね、こちらの通りですね、在庫の質問ですね、これでぜひ回答させていただきます。はい、まずなんですけど、常連様ですね。この場合はですね、常連様に常連様っていうのは、気心知れてるので、こういう商品がね、在庫いくらありますと、ありますよっていうね、ことをね、答えていただければ特に問題ないかと思いますね。はい。新規の方なんですけど、これはですね、同業者の方が非常にあります。もう、聞いてくってことはね。あとは、この場合はですね、在庫の数をね、すべて教えてもいいと思うんですよね。はい。で、この新規の同業者の方が、お客さんになってくれる可能性が非常に高いので、そうすればね、商品がきれいに剥げて、在庫なくなりますので、利益になりますよね。なので、両方ともね、在庫の、回答していただければ問題ないかと思います。ぜひね、していただければいいかと思います。はい。はい。LINE 登録お願いします。LINE 通していただきます。30分無料コンサル、10万円稼げる、マル秘マニュアルとします。日経のスタンプ、お願いします。あと、YouTube が一切受け付けません。ライト登録によろしくお願いします。あとですね、グッドボタンを押します。よろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。